ドアが閉まります。奥のドアが開きます。改札階です。こちらのドアが開きます。
そこ静岡駅の隣の、まあ、安倍川駅なんですけども、また静岡駅の隣ということでね、こういう感じで、まあ、住みやすい街というか、まあ、住宅がいっぱいあるような、駅周辺のね、まあ、構造してますよね。まあ、最低限のスーパーとかそういうのは駅前にあって、まあ、あとはもうこういう感じで住宅が、密集しているという感じですね。まあ、ベッドタウンという感じですかね。まあ、ちょっとまだ東静岡とかそっちの方は行ってないんですけども、まあ、向こうの方があと清水とかもあるので、まあ、栄えているといえば栄えている感じですね。こちらも完全に住む町という感じですね。こんな感じでマンションとかアパートも、あるような感じですね。基本的には戸建ての住宅が多いような感じがしますね。で、ちょっと駅の方に向かってまた次反対側の出口の方を見ていきましょう。いや、それにしても今日は暑いですね。まあ、7月の1日、今日7月にちょうど入ったんですけども、静岡の最高気温が38度で、名古屋が40度っていうことになってますね。今日は、まあ、かなりの猛暑日という感じで、いや午前中の、まあ、午前の10時ぐらいなんですけども、もうすでにめちゃめちゃ暑いですね。で、駅はこっちですね。はい、この大通りを右に行くと、まあ、200メートルで、東海道本線の安倍川駅に着くという感じですね。で、この交差点には奥にファミリーマート、そしてこう右曲がるとまあ、セブンイレブン、そしてこの右には、これは何だろう、健康フード、トレーニングジムかな、まあ、そんなのがありますね。で、奥にはもうすぐ山があるんで、まあ、自然もあっていいところですよね。バラエティストア、これちょっとあんまり関東では見たことないですけど、まあ、東海地方の
店なんですかね。でこれはセブンイレブンで、その奥がもうすぐ駅舎ですね。これが歯医者か、阿部歯科。その奥が、保育園があって、予備校ですね、英語義塾。こっちはもうなんか住宅ですね。でこれが阿部川駅の駅舎になりますね。相当綺麗ですよね。建て替えたばかりなのかな。そしてこんな感じでこっちの出口は、まあ、以上になります。次反対側の出口で見ていきましょう。それで列車は、まあ、時間6本あるんで10分に1本ぐらい来るような感じですね。で今から、西口の方を見ていきます。それにしても綺麗な車ですね。で、西口がまあ、ここになりますね。線路があってもうすぐやっぱり住宅とマンションアパートかな、3階建てのアパートがあって、あとは、バイクオフか、あと自転車借りられてみたいですね。まあ、ロータリーは、まあ、ないじゃないかな。これちょっとちっちゃいようなロータリーみたいなのがありますけども、それぐらいですね。やっぱ東口と比べるともうもっとさらにもうすぐにコンビニスーパーすらもないような感じのもうベッドタウンという風景がまあ広がってますね。ここタイムズの駐車場が1個ありますね。で60分220円で最大料金が660円、まあまあそんな感じですかね。場所的にまあ静岡駅の隣なんでまあ、まつまつするという感じですね。東海道新幹線がこういう感じで通っている感じですね。まあ、これ10分に1本、本数があるんで、日中でもそれぐらい本数があるんで、結構本当に、まあ、便利な、駅ですよね。これがあれだ、自転車置き場ですね。まあ、ここに止めて、まあ、静岡方面とかに行くような感じですね。向こうも見ていきますか。新幹線の高架下の奥ですね。
新幹線の、高架をくぐってみました。まあ、なんか似たような風景ですね。もうこれ永遠に住宅が広がるような感じですね。結構奥の方まで、住宅が広がってる感じですね。山の手前あたりぐらいまで住宅が広がってるという感じです。まあ、結構広がりはありますよね。相当あれですよね。なんか東海道新幹線の本数が多いのか、3分に1本ぐらい通過している感じですね。で、これをまた左に。まあ、10分に1本本数があるんで、まあ、撮影もかなりのんびりとできていいですね。前あの群馬行った時は1時間に1本しかなかったんで、もう時間を気にしながらの、撮影でしたね。まあ、それと考えると本当にじっくりと撮影ができるんで、いいですね。また公園がありますね。大きな公園が。東口の方が遊具は充実してたかな。ここもまあそれなり広くて、ブランコがあったり、滑り台があったりと、まあ、ベンチがあったり、まあ、結構充実はしてますね。まだ今日平日なんで、まあ、誰も遊んでないんですけども、まあ、土日はここで結構みんな子供が、まあ、いっぱい遊んでるんでしょうね。トイレもついてますね。まあ、パーキングが少ないといえば少ないかな。あとこっちに行けば、また駅の方に行けますね。これなんか謎の下くぐれんのか。いや、暑いな。でこんな感じで、まあ、エスカレーターも配備されていて、かなり充実してますよね。駅前のコンビニもあって、スーパーもあって、
あとはもうすぐ駅からすぐ近くがあるので、住みやすい街かなっていう感じがしましたね。はい。